はい、市場家チャンネルでございます。本日ですね、ご紹介する商品こちらになります、札幌一番になります。札幌一番のですね、インスタントラーメンなんですけども、金福監修ということで、明太塩バター味ラーメン、こちらですね、金福、これ、多分明太子の会社なんでしょうね、金福はこちらちょっとね、読んでみましょう。金福は手間暇惜しむことなく安心安全な、もちろん、美味しい明太子を作り続けていますということで、明太パークのキャラクター、明太子の朗報、金福の明太子のテーマパークということでね、今やってるんですかね、これ2015年3月オープンということで、今5月ですんでね、もう2ヶ月ぐらい経ってるんでしょうね、オープンして。このなんかコラボ商品ということでか、なんか記念商品なんでしょうね、こちらね、札幌一番の塩ラーメンと、明太塩バターということで、コラボ商品監修でね、作った分だと思います。明太子のピリッとした辛さにほんのり香る、バターの風味ということで、こちらね、横こんなパッケージです。ちょっと札幌一番のね、いつものなんかね、パッケージングにしてはなんかちょっとごちゃごちゃした感じですね。ちょっと美味しそうなんでね、一応食べてみようかなということで思っております。ちなみに値段の方がですね、スーパーで買いましたんで、110円ぐらいで買ったんですけども、ですね、カロリーが327カロリーになりますね。はい、そんなにね、高カロリーでもない商品だと思いますのでね。では早速、お湯入れたいと思いますけども、その前にちょっとね、中身の方を見てみましょう。こちらがスープ、こちら何でしょうかね、これなんだろう、これ調味油、よく絞り出してくださいということで、はい、火薬ですね。作り方ですけども、まずですね、火薬と特製スープを入れて、はい、それから最後にこの調味油入れてから完成ということでね。はい、では早速お湯入れてね、作りたいと思います。はい、完成しました。匂いの方なんですけども、すごく明太子の匂いがします。はい、明太バター、本当に明太子のすごい匂いと、バターの匂いしますね。塩味中、明太子とバターの味ですね。はい、では早速ですね、ちょっと食べてみたいと思います。明太子ね、これね、結構なんか潰れてるんで、これ食べてみましょうかね。この明太子、これね、どんなもんでしょう。お、明太子、辛い、美味しいです。明太子、これ本当に美味しいです。この明太子、本当美味しいです。これラーメンちょっと食べてみましょうかね。ちょっとね、いただきます。どんなでしょう。あ、塩バターラーメンです、これ本当に。本当にね、美味しいです。塩バターの味します。はい、でね、ちょっとスープ飲んでみましょうかね。明太子ちょっと入れて、こんな感じでね、なんか出汁もね、こうすっきりした感じのね、いい感じですね、これ。あ、美味しい、本当美味しいです、これ。あ、スープ、これすっごく美味しい。美味しい、このラーメン。ちょっとね、明太子のね、ピリピリ感があって、いいですね、これ。これめっちゃ美味しい。これ合格です、当たり。麺もね、ちょっと平麺みたいな感じで、札幌一番の麺ですね、これね。合います、これ麺とね。もうちょっと細くてもいいかな。麺もうちょっと細くてもいいかなって感じしますけど、普通の札幌一番塩ラーメンよりも塩ラーメンですね、これ。はい、でバター、結構ね、ほんのりバターも効いてますし、で結構ね、香りもね、明太子のいい香りします、本当に。これ値打ちありますね。よくこれこのカップで出せましたね、本当に。これ198円とかでもおかしくないぐらいの味と思います。本当に美味しいです、値打ちあります。これはね、解読ですね。この買ってみて、もしね、売ってるようでしたらね、食べてみてください。これ納得すると思います、このラーメンは。僕はもうこれ納得しました。これもしね、他の札幌一番とかと同じ値段で
一緒に並んで売ってるんですが、ぜひこっち買ってみてください。美味しいです、これ。本当に。明太子もね、まあちょっとちっちゃいですけど、これね、でも本当に明太子の味しますし、あ、これ美味しい。これね、おすすめです。はい。ぜひですね、もし機会があるようでしたら、パッケージング、このパッケージングです。カネーク監修、明太塩バター味ラーメン。これ、あとね、2種類ぐらい味があった、ありましたけど、これ美味しいです。本当に値打ちあります。ぜひね、一度ご賞味いただけたらということで思います。というわけでね、今回ですね、こちら、カネーク、札幌一番、カネーク監修、明太塩バター味ラーメンの、レビューでした。はい、ありがとうございます。ぜひですね、買ってみてください。本日のご視聴、本当にありがとうございます。またよろしくお願いします。